から属している女子力の高いスーパーフードを教えてください。はい、私はフードというか、なんかちょっとサプリ寄りのものなんですけど、ビタミンが取れちゃうグミがあるんですよ。まあいろいろ探したらグミタイプもあって、はい、1日3粒食べればいいんですけど、効果もちょっとね、実感とかしづらいんですけど、信じて食べてます。はい。最近 YouTube は規制が厳しくなりました。そこで今の YouTube にちょうどいいイエローの言葉を皆さんがここで決めちゃってください。はい、で、ベスト3から順番に発表してください。ビエロの言葉ですね。私が思うビエロの言葉、3位から発表します。はい、3位は、はい、マリモッコリー。はい。マリモッコリーは、はい、可愛らしいけど、どこかエロが入っている。はい。お分かりでしょうか？はい。どこかエロが入っている言葉ですね。残りしちゃってますね。はい。そんな感じで3位です。はい。2位。2位は、ナメコ。はい。ナメコも、なんかエロくないですか？ナメコは、何がエロいって、ヌメヌメしているんですよ。あの感触。はい。なんか言葉にしてもエロくないですか？そんな感じで、ナメコは2位です。はい、1位は、はい、決めました。1位。マンホール。はい。わかりますかね？はい、マンホールです。はい、理由はお分かりでしょうか？はい。はい、2箇所あります。最初の2文字と、あとのホールは、はい、英語を日本語に訳したら、そんな感じで、かなり、よく考えたらビエロです。はい。